8月25日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて7円と30銭安い 27,724 円80銭でした。7円安ということで、昨日の終値とほぼ変わらずでありました。トピックスが昨日に比べて 1.46 ポイント高、こちらも昨日から見るとほぼ変わらずですね。 1935.66 でした。東証一部全体を見てみますと、値上がり値下がり数拮抗状態です。ジャクソンホール待ちで動けずということでしょうか。値上がり銘柄が1010、値下がりが1061、ほぼ売り買い拮抗、指数動かずというのが今日の、1日の東証一部でした。新興市場マザーズ指数が10ポイント高 0.9% の上昇、日経ジャスダック平均株価が7円と45銭高 0.1% の上昇ということで、新興市場はプラス圏で引けています。日経平均株価の冷やしチャートです。日経平均は一旦2万7000円を一時的に割ると、取引中に割るというところまで突っ込んだんですが、戻しかけています。ただジャクソンホール前ということで2万8000台には戻せず、大きな流れで見ると下落トレンドが相変わらず続いています。昨日今日でようやくこの25日線を上回ったという程度であります。なかなか厳しい状況が続いています。もともと日経平均が突っ込んだところの要因とされているいわゆるトヨタの減産問題ですが、かなり先週の木曜金曜は過剰反応だったというのが今週のマーケットの解釈ですね。木曜の場中2時半ぐらいにそのニュースが伝わって、木曜はとりあえず売っとけという、パニック売りみたいな話で、金曜も売られたんですが月火水と、それぞれ戻していまして、ちょうどこの75日移動平均線のところで今日は上値を抑えられています。それでも戻り歩調ということでトヨタ212円高 2.2% の上昇でした。一方で9843ニトリホールディングスですね、ちょうどいい感じに8月上げてきたんですが、昨日今日とやや弱い動きとなっています。8月の既存店の売上高が、前年同月比で 18%、2割近い減少だったということであります。去年の8月というのは、いわゆるコロナが出始めて緊急事態が明けて、2発目出るか出ないかと、確かそういう時期でありますから、いわゆる巣ごもり的な話、家で過ごす時間が長くなるかもしれないということがありますので、そうした去年の8月と今年の8月、なかなか単純比較はできないんですが、減収という話を受けてなんでしょうかね。510円安 2.4% の下落で終えています。今日の東京市場、個別材料ベースでは材料があってそれなりに買われたり売られたりしましたけども、市場全体からすると東証一部では売り買い銘柄数、上昇銘柄、下落銘柄が拮抗状態、真っ二つ、指数動かずと、いわゆるジャクソンホール待ちムードが強まりました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。